で1レース1着になりました佐藤選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は5番手からですね、6番手、5番手、6番手、まあ、並走があったので5番手でなりましたけども並走もありましたけども、あの辺りっていうのは周回中どうだったでしょうか。まあ、正直さっさと引いてもよかったんですけど、まあ、そうやって引く女とも思われたくないですし、まあ、自分の位置っていうのを主張したかったんで、まあ、主張できるタイミングまではしっかりと主張して、まあ、あとは危なくないように、あの危なくなってきたらやめて自分のタイミングで仕掛けました。実際残り1周ですね、ホーム前でから仕掛けになりましたけども、まあ、1周ちょっといった感触っていうのはどうだったでしょうか。まあ、初速はすごく自分の中でも納得のいくようなものではなかったんですけれど、まあ、その分後半がしっかりと伸びてたので、まあ、そういう意味では悪くないんじゃないかなと思います。まあ、あの吉川選手もあの踏み直しがすごかったというふうに言ってましたけども、まあ、そのあたりの感覚っていうのはご自身も良かったっていう感じですかね。まあ、あの奥井選手と吉川選手が並走になる形を自分の中では想像してなかったので、まあ、そこでこう競ってる状況になってしまったのは自分のスピードのなさが、あのそういうレースになっていたので、まあ、とにかく自分は前に前に踏むだけやってて、なので踏み直しがすごかったって言ってもらえるのはすごく嬉しいですね。まあ、前走から、まあ、11日ほどなりましたけども、今ご自身ここに来るまでの状態っていうのはどれぐらいの感覚で来られました。前回の平塚までが結構忙しかったので、まあ、平塚からここに来る間は、まあ、本当にリカバリーをメインに、そしてまあ練習は3回ほど師匠と一緒にウェイトしたりと充実した日々を過ごしました。しっかりとこの G1 に向けては調整してこれたっていう感じですか。そうですね、まあ、本当に次に向けて の, あのリセットっていうかリカバリー期間だったので、そっちを中心に、はい、動きました。実際一走してみてはどうでしょうか。まあ、このドームっていうのは、まあ、普段ドームで走られてると思いますけども、 400m のドームはどうだったでしょうか。あの空力的なもので言うと風の影響がないので、本当に自分の思うように物が運べるのですごく走りやすいです。まあ、しっかりとここを優勝してまた年末を狙っていくっていうところですかね。そうですね、まあ、あの勝ちにこだわりすぎずにしっかりと勝ちを取りに行くようなレースができればと思います。わかりました。では準決勝、それから向けて最後に意気込みをよろしくお願いします。はい、本日もたくさんの声援ありがとうございました。皆様の声援が自分のゴール前の力強さにプラスアルファで走れるので、また明日からも応援よろしくお願いします。